はい、ずらっと並んだ茶色い傘。うん、これ皆さんなんだかわかりますか？なんですかこれは。すごいね、これね。なんか顔形しますね。はい、ね、人間の耳にも形似てますよね。確かに。はい、これ実はですね、現在収穫が最盛期を迎えているキノコ、キクラゲなんですよ。キクラゲ。今日ですね、私は河北市横山にあるキクラゲ農家ハイネファームさんにお邪魔しています。キクラゲ栽培というのは原木栽培とですね、このように菌がたくさん詰まったブロック状の菌床からこうキクラゲがニョキニョキと生えてくる、はい、菌床栽培という2つがありまして、ハイネファームさんではこのように菌床栽培を採用されております。いや、なかなかね、キクラゲの作り方こうなってたなんて知りませんでしたよね。今日話を伺う代表の中村さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、中村さん、ずらーっとねキクラゲ並んでますけれども、うんうん、ここの農業用ハウスから相当な量のキクラゲ取れるんですよね。はい、5月から10月にかけてだいたい5トンちょっとの量が取れます。5トン。5トン、そんなにキクラゲここから取れるんですか？すごい。はい、そんなねキクラゲですけど、キクラゲ農家っていうとちょっと珍しいのかなと僕思うんですが、うん、はい、そのあたりはどうでしょうか？でも国内で流通しているキクラゲの約 98% が外国産なんですね。で、県内にもだいたい5軒ぐらいの農家しかありません。5軒しかない。そして流通してるわずか 2% ということですね。じゃあ国内産が、はい、ね、そうです。いや、それだけこう珍しい貴重なキクラゲということですね。なるほどね。そんな貴重なキクラゲなんですが、今回はですね、どのようにキクラゲが育つかというのを教えていただこうと思います。うん、中村さん、よろしいですか？あ、はい、これがキクラゲの菌の入っている菌床というブロックになります。はいはい。でこれをカッターで、うん、ザクザクザクと切れ目を入れていきます。はいはい。そうやって菌床にカッターでこう切り込みを入れていくんですか？はい、そうです。そうするとどうなるんですか？2、3週間後にはあの収穫できるぐらいの大きさに育ちます。はあ、これも不思議ですね。菌があるからな。キクラゲの菌をね、こう刺激が与えることでこう活発になって、こうニョキニョキニョキと生えてくるという仕組みだということですね。はい、とっても不思議ですよね。さあ、そんなキクラゲの、育て方なんですが、やはりこだわりがあるんですよね。はい、うちは自然栽培を取り入れてまして、冷房も暖房も一切使っておりません。なんですけど、キクラゲは18度から25度の温度帯が大好きで、ハウス内をその気温になるように調整するのが大変なんです。18度から25度だから、この夏に収穫が最盛期を迎えているということなんですね。はい、やっぱりとってもねデリケートなキノコですよね。うん、はい。いや、そんなね、育てるのが大変なキクラゲなんですが、今日はね、僕がこう収穫体験をしてみようと思うんです。どうやって収穫するんだろう。中村さん、どうやって収穫するんでしょうか？はい、キクラゲの根元に手を入れてもらって、はいはい、もうきっと思い出もらえればいいと思います。これなんか、あ、中村さんではやってみていただいてよろしいですか？じゃあこれ久保田さんに置いといて、はいはい、これがこれですね。はい、私はどかこの辺、この根元の方に指を入れてもらって、はいはい、こうやってモキッとしていただければ、うん、本当に取れます。取れちゃいましたね。はい、じゃあ僕このキクラゲ取ってみますね。いいですか？はい、どうぞ。こうして柔らかそう。下に、おお、ポロって簡単に取れました。そして大きいですね、やっぱり。こんなキクラゲって大きいんですね。はい。はい。いや、まあね、このキクラゲなんですが、まあ、食べるときは、まあ、中華料理であったり、まあ、そしてスープの中に入れるというのがね、まあ、一般的なのかなと思うんですが、どうでしょう、他の料理の使い方っていうのはあるんですか？実はいろんな料理に使えるんです。いろいろな料理に使えるというわけでですね、コマーシャルの後はこの中村さんがこのキクラゲを使った美味しい料理をお教えします。お楽しみに。お、キクラゲ料理。はいはい。さあ、改めまして、私は河北市横山にありますキクラゲ農家ハイネファームにお邪魔しております。ということで、ここからは代表のですね、永村さんにですね、美味しいキクラゲ料理を教えていただこうと思います。よろしくお願いします。改めまして、よろしくお願いします。それではそのおすすめの料理何でしょうか？
クラゲのお刺身です。お刺身。クラゲのお刺身。はい。では早速、はい、作っていただいてよろしいですか。はい。クラゲのお刺身ですよ。なかなかね、耳なじみがない言葉ですよね。キクラゲを熱湯の中に30秒ほど湯がきます。はいはいはい。で、あ、はい。本当にこうなるほど、このまま大きいままグツグツと言ってますね。はい、本当だね、本当だね、このね、ちょっと湯がいてる間に、中村さん、そもそもなんですが、このなぜキクラゲ農家になろうと思われたんでしょうか。もともとキノコ大好きだったんですよ、うん、で、年を取った時に農家しようと思ってまして、で、キクラゲ農家になろうと思いました。はあ、で転職もなんかこうされたんですよね。あ、そうです、もともとは IT 企業の方に勤めておりまして、うん、IT 企業からキクラゲ農家全然違いますね。かなり好きがこうした思い切った決断ですよね。はい、そうです。はい、おしゃべりしてたらね、もう大体30秒40秒経ったのかなと思うんですが、はい、お願いします。はい、菜箸で、はい、お、キクラゲ、湯がいたキクラゲを、あ、本当になんかで、あの、水にとって粗熱取ります。はいはいはい、熱を冷ますということですね、こうやって、はいはい、で、それを水を切って、はいはい、水を切ってボウルに入れると。で、この後どうするんでしょう。これを食べやすい大きさに切ります。あ、はいはい、切るのは後でなんですね。そうですね、うん、なんかいやー、あんなにね、おプリッとしてるわけで、そのまま茹でられるってなかなか珍しい、はい、調理ですよね。で、これを、あ、もういいんですか、うん、はい、これで。あ、本当にシンプルですね。はい、プルンプルン、どうぞ食べてください。 ありがとうございます。これをこのわさび醤油につけてお刺身いただくということですね。はい、いただきます。シンプルですよ。うん、プリプリですね。あ、なんかこうキクラゲというとコリコリしたイメージがあるんですが、とっても弾力があって食べ応えがあって、あ、とっても美味しいですね、うん、はい、あの、一度も乾燥させてないんで、あの、生のキクラゲはとってもプリプリなんです。あ、なかなかこうキクラゲの常識を覆すような食感でした、はい、あ、とっても美味しかったです。そんなキクラゲなんですが、他にもね、おすすめの料理、調理の仕方があるんですよね。はい、あの、私はよくカレーライスに入れたり、ポテトサラダに入れたりしてます。カレーライスやポテトサラダに入れる、はい、あ、食感がこう加わってね、あんまり本来の味を邪魔しなさそうなので、そうですね、とっても合いそうですよね、はい、こちらのハイネファームさんのホームページに載ってるんですよね。はい、はい、そうです、あの、素人料理ですけどいっぱい載ってますので、よかったら見てください。はい、こちらのハイネファームで採れたキクラゲなんですが、こちらですね、まず画面左から生キクラゲ 100g が302円、ほう、そしてホールの乾燥キクラゲが 20g が410円、粗挽きの乾燥キクラゲ 15g 410円となっています。実際に欲しいという方がいらっしゃいましたらですね、ハイネファームさんのホームページ、または今表示されている電話番号の方にご連絡ください。他にもスーパーの方にも売ってるんですよね。はい、あの、ドンタクさんや英国さんや、道の駅さんにも置いてありますので、よかったら買ってください。はい、今日はありがとうございます。ということですね、皆さんもお家で美味しいキクラゲ、皆さん食べてみてください。以上、お出かけ中継でした。はい、このままじゃんけんいきましょう。出したい手選んでください。いや、キクラゲどうでしたか、ひらちゃん。うん、キクラゲって私サラダにするイメージがあったんですけれども。サラダにするイメージあります？サラダにしません？あれ、違いますか？え、違う、ありました、ごめんなさい。私、食べ物だったけど、中華とかのサラダに食べるんですね。あ、中華とかのサラダに入ってるイメージ、違いますか？え、びっくり。サラダ、なんか、あの、炒め物じゃないですか、なんか、あの、卵と一緒に。うん、そんなのもあるかなと思ったけど。 あと、あの、練り物。あ、そっか、それで終わっちゃいました。はい、じゃんけんいきましょう。中継先、久保田くんです、お願いします。すごい頑張ってる。それではいきますよ。リフレッシュじゃんけん、じゃんけんぽい。僕たちはグーを出したのでパーを出した人が勝ちです。以上、河北市横山にあるキクラゲ農家ハイネファームさんから中継をお届けしました。